俺たちの手で解決してやりたい。ここは貧しい子の味方なんだ。世界中の途上国へ薬を送り、幼い命を守ってる。おじちゃん蹴ってよ、僕がキーパーほら、お堂でサッカーしちゃダメでしょ。俺は悪くない。バジルおじさんの助っ人さん。そうだよ、この二人ならきっと見つけ出してくれる。お願い、力を貸して。それじゃあ薬が盗まれた経緯から聞こうかリオの子供たちを救うために募金を集めて100万ドルの抗ウイルス剤を船に積んだの。でも昨日マイアミを出港して1時間後に貨物船が強盗に襲われて全部取られてしまったの。そいつらに診療所を開くつもりがなければ闇で売りさばくってことだ。人の善意を踏みにじる悪党は許せない。病気で苦しむ子供たちの命がかかってるのよ。取り戻せるかしら。とにかくやってみるよ。ジーニー、ああ待て、話を聞いてくれ。何もしないから危害は加えない。いいな、俺は味方だ。安心しろ。いいか、叫ばれて邪魔が入っちゃ困るだけなんだ。静かに聞いてくれれば何もしない。分かったか。今からこの手を離すからな。叫ぶなよ。よし。あなた誰なの。俺はマイケル。あんたを殺すのに雇われた奴がいる。誰よ。俺。いや違うんだ、殺す気はない。いいな、守るために来たんだ。敵じゃない、分かるか。それじゃまた話すからね。誰が雇ったの。わからない、匿名の依頼だ。それで心当たりはないかな。殺しを依頼するやつなんて普通そう多くない。でも誰だと思う。そんなことわからない。ドリュー。ドリューって夫の息子よ、最初の奥さんとの。なんでこんなことに。ドリューは遺言状に私の名が書かれてるのを見てすごく怒ってた。財産狙いだって。今どこにいる。うちじゃないかしら。夫のがんが再発した時に越してきた。お金なんていらないの、ドリューに言うわ。それでいい。いや、バレたと知ったらドリューが自分で手を下すかも。だったら警察に言えばいいの。それならドリューだって。ダメだ、警察はもっとまずい。依頼を仲介した奴がそれを知ったら関係者全員殺される。じゃあ何をさせたいの。何も、俺が何とかするから。いいね、今さっきヒューナに会ったよね。ラペン渡した。あ、昔の友達が遠くから来たってことにしてくれ。彼女がお宅に泊まり込んであんたを見張る。ドリューもな。信じてもらうしかないんだ。私は警備会社でボディーガードの派遣を担当してる。2週間ほど前にレッシャーって男が来た。私をヘッドハンティングしたいって。いい人そうだったよ。でも護衛の手順を根掘り葉掘り聞くからなんか怪しいと思ってね。電話がかかってきても無視した。そしたら2日後、私の親友が死んだ。あいつとは10歳からの付き合いだ。自殺だって聞いて驚いたよ。あいつはそんなに弱い男じゃないし、ありえないって。列車がまた電話してきてこう言ったんだ。誘拐に協力しろ、出なきゃまた誰か死ぬ、札に垂れ込むなって。金持ちを誘拐するのか。ああ、列車の狙いはベネズエラの大富豪アロヨだ。石油会社のオーナー、マイアミに別荘があってね。そこに家族で来るんだが、うちで護衛することになってる。金持ち一家の誰を狙ってんの。イザベラって娘につくのは誰なのか聞かれたよ。まだ決まってないって答えたら、ボディーガードのデータを全員分よこせと言われた。断って殴られたんだ。明日データを渡せと脅されて会うことになった。アロエさんは明後日にはマイアミに着く。どうすりゃいいんだ。そのデータ俺にも見せて、アロエファミリーの情報も回してくれ。何してるんですか。知り合いが来るかもしれないんでね。それ誰、僕には何がなんだか。トラブルなら力になれるかもしれない。そっちこそひどい目にあったみたいだけど。とにかく話を聞こうか。ええ、ジャックは6歳で生まれつき心臓に問題があるんです。悪くなる一方で、このままじゃいつまで持つか。じゃあバスに引かれると息子のためになるってのは。
アリゾナの治療センターなら治せるかもしれないけど、費用が払えなくて、実は2ヶ月前に貯金を全部騙し取られてしまって。医療詐欺か。ええ、薬局で会った女が同じ病気の子供が新薬で治ったって言われた通りに25万ドルも払ったのに、紹介された医者は姿を消して、特効薬のはずが鎮痛剤に覚醒剤を混ぜた偽物だったんです。だから高い治療費を用意するにはもう保険金しかなくて。スパイは訓練初日から任務に感情を持ち込むなと教わる。それでもどうしても気持ちを抑えられなくなることはある。その連中につながるものは何でもいいから全て出せ。金を取り返してやるよ。お金を取り返す？本当に？どうやって？どんな手を使ってでもだ。遅くなってごめんね。待ってる間に私が詳しい事情聞いといた。僕、コーリーです。こっちは妹のターニャ。いや、マイケルだ。はじめまして。マジでムカつく話よ。ろくでなしのバカチンピラのカスがいて、フェリックスだっけ？送ってやるって言ってターニャを車に乗せて無理やりやろうとしたのよ。ターニャは必死で逃げ出したので、コーリーがバッと持って殴りに行った。泣いてるターニャを見つけて、あいつに二度と手を出すなって。お兄ちゃんの気持ちすっごくわかる。ゴルフクラブもいいわよ。急所ぶったたけ一発。はい。それで追われてます。うちにギャングが来て撃たれそうになった。行く当てもなくて。任せて、守ってあげるわ。ちょっと待っててね。フィオナさん、ちょっとベランダに出てくれるかな。私はもう決めたから、あの兄弟を助ける。こういうのは警察の仕事だぞ。そうね。フェリックスがコーリーを殺してまたターニャを襲えば警察も動く。そうなる前によその町へ逃がそう。いやよ、あの子たちは何も悪いことしてない。町を出ていくのはフェリックスってカスでしょ。はい、これで決まり。待てよ、切れずに冷静に考えろ。切れてるわけじゃないから、私の心が叫んでるの。絶対あの兄弟を助けろって。父の名は J.D. ブレイク。え、画家の？わお、そりゃすごい。ベロニカがポップアートに凝ってた。たまには美術館に出かけてみるのもそう悪くないぜ。チャンドラは父の絵のディーラーだった。トラブルの始まりはこの白い服の女って絵よ。完成前から500万ドルとか700万ドルで引き合いがあったって。でも父は病気だったの。なのにチャンドラは早く完成させろとせっついた。うんざりした父はディーラーを変えると言った。そりゃチャンドラーはショックだな。700万ならコミッションも莫大な額だ。その1ヶ月後、誰かが父の家に押し入って父を殺してアトリエに火をつけたの。その絵も焼けたと公表されたわ。警察は立ちの悪い強盗だって。チャンドラーの指示だと思ってるわけ？しかし君が娘だと気づいてないっておかしくないか？ニューヨークで母に育てられたの。1年前まで父親が誰かも知らなかった。何回かは電話で話せたけど一度も会えずに終わっちゃった。白い服の女がブラックマーケットに流れてるって聞いてここに来て今の仕事に就いたの。その勇気は立派だが探るのはヤバすぎる。万一見つかれば命はない。チャンドラーが犯人だって突き止めたいの。でもガードが固くて、本当はコンピューターのファイルを片っ端から当たりたいんだけど黄色が仕掛けるので精一杯。メラニー、俺は明日通用口の防犯カメラの映像をチェックすることになってる。そこから忍び込んだろう。あいつも知ってるの？映ってるの見られたら。見られないよう細工する。君の話が事実ならな。疑ってる？あ、うん、気にしないでいい。こっちで探るから。またアドバイスしてもらいたくて。出会い系サイトで知り合ったプレスコットって人のメールを無視したらね、
家に電話かけてくるのよ。ほとんどストーカー。君のこと知りたいって質問攻め。なんか怖くなっちゃって。じゃあ俺が会って話をつけようか。本当にお願いしていい？ああ、バッグ片付けたら行く。私が部屋へ運んどくわ。マイケルに任せといて。彼はデルマアパートに住んでる。これサイトに載ってた自己紹介よ。任せといて。ああ、ウェスティンさんかね。場合によるが。クロード・ローランと言います。助けてほしい。以前あんたに依頼した人に会ってね、しきりにいい人だと言ってた。何でも政府で働いていたとか。ああ、確かにそんな仕事をしてたが。ああ、どうか頼む。金は払うから。どんな仕事なんだ？数年前、娘のベロニクがハイチで殺された。私は犯人に裁きを受けさせるために来た。俺のことをどう聞いてるのか知らないが、国外で起きた事件じゃ無理だ。そうじゃない。悪いが受けられない。マイアミにいるんだ。見てくれ、ジャンピエール・デュマンだ。名前を変えてるが、それにこれも持ってる。いいか、ほら、米州人権裁判所から来た書類だ。これで奴をハイチに送り返して裁判にかけてやるんだ。デュマンはハイチの悪徳役人だった。ベロニクは奴を批判して刑務所に入れられたんだ。そして殺されちまった。ローランさんね、こいつに効力はない。アメリカの法廷じゃねえ。うん、この魚持った人は誰だね。そいつの言ってることは本当だ。デュマン本人だという証拠さえないんだ。いや、間違いなくあれは奴だ。いいから聞いてくれ。きっとベロニクだってあんたには国へ帰って穏やかに過ごしてほしいと、そう願ってるに違いない。あんたに娘の一体何がわかる。軽々しくその名を口にしてほしくないね。尊敬できる人だと聞いていたが、間違いだった。相手の名はタイラー・ブレネン。闇取引の商人で軍の情報部にいたって。あのマンションベランダにいる男よ。最低の男よ。一月くらい前、仕事に誘われたの。どんな仕事をやっているんだ？物資の調達。照れることないって、はっきり泥棒って言いなさいよ。身内じゃない。マイアミの AFC 産業で盗みの仕事。防衛関係の軍需企業よ。最新の遠隔操作のチップ、無人偵察機に使うらしいわ。やばい仕事だ。もちろん断ったよな。断れなかった。軍の技術を盗むなんて計画に俺は手を貸さないぜ。聞かなかったことにするからいいな。もう盗んだの一人で。おいおい、もっとフィアンセを紹介するランチじゃなくて、政府に追われてるからかくまえって相談なのか。いいえ、まだ誰も気づいてないわ。でも盗まれたと知れたら私だとバレる。なんで？チップに近づくため社員になったの。カードキーの記録が残ってる。新入りが夜中に来て、盗みの前科があれば。なんでそんな手で？時間がなくて無茶したのよ。ブレネンに息子をさらわれて、チップが身代金を。君の息子？9歳の息子。二人はいつ別れたの？俺の子か。いいえ、違うわよ。だけど助けて。もしあの子に何かあったら私生きていけない。俺たちは何をすればいい？取引は明日。ブレネにチップを渡さず息子を連れ戻した。ビクター、あんたの境遇には同情するよ。だが俺を4回も殺そうとした人間を信じるっていうのはそう簡単じゃない。1回多くないか？ああ、椅子で殴ろうとした時か。そうだ。はあ、まあそう根に持つなって。何にせよお互いもうすぐ肩がつく。彼らに手を引けば犯人渡すって言ったろ。言ったよな。だが監視されてるし、ここはバレる。今10時半くらいか。大体な。俺は消えてからかなり経つから疑われてるし、お前もまた追われてる。最後に会った時も周囲を固めてたはずだ。この近くに幹線道路がありゃ。そこで張ってるのか、さすがだな。どうするよ、俺を隠したとカーラにバレりゃヒステリーを起こして、間違いなく俺たちはやられる。おお、俺をやるか。そうだな、こんなチャンス逃すバカはいないか。すぐここ出よう。
おい、俺を助ける気か。マイケル・ウェスティンの依頼人ってことになるのかな。それって困ってる俺を凄腕スパイが助けてくれるってこと。敵やっつけてついてるよな。おお、思ったより早かった。俺たちの顔を拝んでから攻めてくる気かな。運転しろ。誰かを信じなければスパイは長く生き残れない。追ってくるのが誰か振り返ってばかりじゃ行く先が見えないからだ。時には直感を信じるしかない。